何が出てもいいと思う。さあ行きましょう。レベル90の5連ガチャ、ゴー。さあどうだ、どう、おオッケー、きた。はい、残りですね、戦闘熟練度なんですけど、100万を切りましたね。あと、戦闘熟練度は90万足らずなのでね、日程クエストをどんどんこなしていきましょう。放射高校やってきました。せっかくシーズン6入りましたから、放射高校をね、クリアして、戦闘熟練度をね、稼いでいきたいと思います。さあ、本日のラッシュチャレンジは15回。まあ、余裕だよね。よしよし。クリアするだけで戦闘熟練度がっつりいただけます。さあ15回はボス誰だ、ボスじゃない、ボスだよね。はい、サソリいた。これはあれか、感染数を破壊しないとこのサソリさんは倒せないってやつか。サスを見つけて破壊していこう。さあ感染数この2つ目破壊して、残り2つはどうだろう、上かな、これ上にあるっぽいよな。上行こっか。サソリさん攻撃しないでね。さたたたたたたと。さあ巣はあるか、あった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 。さあ2階に来てすぐ発見。こっちにはないのかな、ないんだ。さあ2階にサソリさんやってきましたけど、もう一個はこっちだと思う。うん。この中にね、あったあったあった。よし。はい、ズドン。4つ目の感染数を破壊して、さあ、あとはサソリさんを倒せばいいわけだね。うい。え？ダメージ入らない。嘘。どうして？なんで？この1回で戦うのかな？あ、入る入る。2発で終わった。2発回。あっという間だったな、これ。はい、これにて15回もクリア。さあ、戦闘熟練度はもらえるでしょうか。15回ね、クリアしましたけど。さあ、次は20回。さあ、20回もね、一緒にやっちゃいましょうか。さあ、これもね、すぐ終わると思う。邪魔するな。邪魔するな、ゾンビ。どこだ？どこにいる？え？ここにいるんじゃないの？全然見えないんだけど。上か？え、暗すぎてわからん、いた。こんなところにいた。さあ真っ暗だ。あ、これでいい、これで終わった。 OKOK。 さあ終わりましたね。バスケットコートの黒い翼ユーマ撃破いたしました。さあこれにて20回クリアでございます。はい、今日の分の放射高校はこれで終わりだね。スケジュールか、これだね。さあここから戦闘熟練度いただいていきましょう。35万だね。さあ戦闘熟練度いただいて、2個目のですね、勤務宝箱、戦闘熟練度が71万。 OK、 これで戦闘熟練度レベルが、90にアップしますね。さあようやく長かったな。戦闘レベル90にこれでアップ、やったー、レベル90になりました。よし、長かったな、これな。じゃあ、早速ですね、荘園レベルを18に上げていきましょうか。はい、マイホームに戻ってきました。こちらね、荘園コントローラーですけど、こちら荘園コントローラーを確認すると、はい、必要物資、すべての物資、揃えております。そして、レベルアップ制限、すべてをクリアしました。どう長かった。本当に長かった、これ。めちゃくちゃ時間かかったね。本当にね、戦闘熟練度がね、全然上がらない。本当に大変でした。さあ、これでね、ようやくですけど、荘園レベルが17から18に、レベルアップするわけですね。さあ、レベルアップ。長かったなぁ。いやー、もう毎回そうなんだけど、どん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 ね、これ時間かかってるような気がする。大変な思いしてますけど。はい。これで、荘園レベルが18になりました。荘園レベルアップ、成功。はい。どんどこどんと荘園レベルが、ね、18にアップしました。レベルアップ上限が92から97ということで、新機能、新しい荘園外観、新しい武器、17階建ての建物の建造権ということで、さあいろいろ作れるようになりましたよね。さあファマス、うん、ファマスがね、とにかく欲しかった。
究極ナビゲーターとかありますね。ほん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 。他には本革ボスチェア、キャビネット、キャビネットっていうのも作れるようになったわけですね。いやー長かったないやー本当にね長かった。ようやく荘園レベルが18にアップしました。さあ荘園レベルが18になったお祝いとしてですね、こちら製法所研究台でガシャ引いていきましょうか。製法所合成、さあレベル90限定合成っていうのがありますね。今はですねファマスアサルトシリーズが、確率アップしてるっていうことですね。これ5連ガチャいきたいと思いますけど、まず一覧見よっかね。ファマス関係だとかアーマーね、うん、これなんて読むかわからん。金光線鎧って読むのわかんないけど。さあそしてこちらダブルブレードアックス、これも欲しいな。製法書これも欲しい、うん、こちらの QLB06 も欲しいよね。バズーカ系、そして新しく追加されたスナイパー R93 製法書も欲しい。いいよな、夢があるよな。新しく、ね、追加されたレベル6バリア、これも欲しいよね。いいのいっぱいあるな。よし、荘園レベルが18になりましたので、さあレベル90の製法書5連ガチャを引いていきたいと思います。何が出てもいいと思う。さあ行きましょう。レベル90の5連ガチャゴー。さあどうだどう。おオッケー来たこれはね、うん、あの絶対専門研究して買う、うん、買いますよこの QLB は。オッケー手に入れました。次、家具スライド式窓 H。 何その窓 H って、なんだろう、うーんどうなんだろうなこれ。まあいっか。じゃあ次何これ長いな。華奢な黒革背もたれの丸い椅子、うーんまあまあいいかなって感じ。次、これまた家具か。全部家具か。残り全部家具か。うわーこれつらいな。家具ロイヤルカーテン。次ゲーダブったマジかよー。うわーまあ いっちゃいいか。うん、こちらの QLB 手に入れたっていうのはね大きいですよ。これ結構ね使ってる方ね見受けられますからね、強いと思うよこの QLB06。 うん、 OKOKOK。 はい、といった形でね、今回ようやく荘園レベルが18、レベル90体にアップしました。はい、こんな感じで荘園レベルが18、レベル90体にレベルアップいたしました。レベル90体の装備がね、使えるようになっていきましたので、製法書もね、手に入れてどんどん強化をしていきたいなと思います。